ここってどこなんですか？まあ、大人大人が何をしてここに放り込まれたんだ？あ？ここはフィガロ城の地下にある刑務所だよ。刑務所？マジで？刑務所とは名ばかりの処刑所みたいなもんだがな。ここから出るにはどうしたらいいんですか？気持ちはわかるが、今は諦めた方がいい。守衛こそいないが、意志を持った機械たちが逃げ出そうとする人間を飼っているんだ。生き残るだけでも精一杯さ。意志を持った機械？ミラージュとは違うの？俺に難しいことはわからんが、ミラージュとは違うようだな。昔城の地下にこの空間を見つけたフィガロ王が調査のためシンラに助けを求めた。その時シンラが持ち込んだ機械が突然意志を持ったように人を襲い始めたのさ。そしてここは放棄され、手に負えない犯罪者が放り込まれるようになったらしい。出かけるのか？なら気をつけるんだな。ああ、そうだ。ここで集めたものでよければ安く売ってやるよ。なんだ？城が潜った音だな。そういえばあの城、何もないところから突然現れてた。最初にここを調査したとき、大きく前進して地図を書き換える羽目になったなんて噂も聞いたな。どうなってんだ、タマ。これなんとかならないのか？おい、タマ。タマも呼べないの？タマ、タマ、タマちゃん。マジかよ、これってミラージュ使いの力がなくなっちゃったの？いやいや、なわけねえだ。どうする？どうするって、ゲートもないし、いつまでもここにいるわけには行かないよね。あ、でもタマもいないし、死んじゃうかもよ。そんなわけしかねえのか。バトルだったな。
まだ。こんなのダメだよ。サンダー。丘からの大人だな。ん？大丈夫なのか？ええ、大丈夫。ありがとう。俺も大丈夫。ほんと助かったよ。遅れてすまなかった。俺はスコールだ。まずは。なんだこれ。箱？それは、ある場所で発掘され、研究開発されたアルトボックスというものだ。ミラージュ使いが使用するミラージュを手に入れ、閉じ込めるものに似ている。ガーデンチェムのこと？なるほど。あんたらはそう呼ぶんだろう。ああ、そのガーデンジェムと考えてくれればいい。ただしこれはミラージュではなく、機械を封じ使うためのものだ。機械？とにかく試してみよう。私たちにこれを？少し時間が欲しい。歩きながら話そう。俺は反連邦組織ツインエースに参加しているシードという傭兵の一人だ。あんたたちのことはティスティスから聞いた。ティスティス？高速艇をくれた。ああ、あの時のメガネの人か。ツインエースだったんだ。そうだよ。彼女はシードの士官だ。もうそんなすごい人だったのか。なんで私たちを助けてくれるんですか？あの滝のお詫びなわけないです。ん？悪いな。その滝のことは俺は知らない。この話はあんたたちをここに入れたエドガーから持ちかけられた。え？あいつから？なんで？あいつの国ともいえる砂漠の城に打ち込まれているくさびを見たか？ええ。あれを断ち切るためにこの施設の地下に溜まっている魔鋼というエネルギーを復活させる。使えばあれを断ち切れるんですか？ああ、そのはずだ。あ、じゃあ。そう、エドガーは初めからあんたたちにこの作戦に参加してもらうためにここに送ったんだろうな。いや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 、もっと普通にしてくれよ。フィガロは連邦に無理やり組み込まれていて常時監視されている。それとエドガーはあいつらがなぜか一部の厄介な人間を生かさず殺さずに扱うことを知ってこういう手段を取ったらしい。そういえばサロニアで会ったあの金色仮面もそんなこと言ってた。それで俺たちに何をさせたいんだ？目的地のゼロ番マコーロは厄介なミラージュの巣窟になってるんだよ。ああ、なるほど。それで？そうだ、あんたたちにそのミラージュの相手をしてもらおうと思ったんだが、奴らにミラージュ使いの力を封じられたのか。封じられたのかどうされたのかわからないんですけど、使えなくなってるのは確かです。あれ、もしかして俺たち期待外れな感じ？ミラージュ使いの力が使えないのだとしたら大いに期待外れ。ぎとはいえもう作戦は始まってしまっている。そのアルトボックスでできるところまでやってもらうしかない。あとはそうだな、先に潜入している工作員、彼女ならその封印が解けるかもしれない。え？あくまで可能性の話だな。さ、おしゃべりは終わりだ。先を急ぐぞ。
でもどうぞ。かかってきな。始めましょう。
じゃあ、始め。実力通り。今までのより強そうじゃね？気をつけて！
やったな。これくらいならね。サンダーのドローンはまだまだある。もう一人の工作員はこの先だ。俺はここであいつらの相手をする。二人で合流してくれ。いや一人じゃやばいって。私たちも。いやこれも俺の任務だ。行け。おい行こう。いいのかよ。今の私たちじゃ逆に足手まといになる。だから先に進もう。第15幕ゼロ番魔航路の黒魔導士。あれがその工作員か。でも様子がおかしくない？なのか。それで終わりですか？抵抗しないのならすぐに死にますよ。こんなところで死んでたまるか。大丈夫？よく頑張りました。テクニカルキャンセル。私の前で発動された式は全て無になる。おはようなのです。あれ、え、タマ。はい、なのです。また会えてよかったのです。おお、マジか。よかった、戻った。急に出れなくなってびっくりしてたのですよ。力が戻ったのなら先に進みますよ。あ、彼女はシェルクさんというらしいです。ツインエースですか？そこの人だってことなのです。あ、やっぱりもう一人の工作員の。もういいですか？先に進み。さっきのは無色の力というらしくて、何でも発動している魔法とか技とかを強制的に消し去るすごい力みたいです。そうです。おお、なんかすげえ。それで二人の封印を壊したのです。でもうまくいったのかどうか結構ハラハラしてたみたいなのです。そんなことはありません。すべて計算の上です。彼女もきっとセイバーなのです。よっ、二人の救世主なのです。そうだね、ありがとうございます。おお、マジでありがとな。何を言ってるんですか？これは任務です。早く作戦を進めますよ。